古川宇宙飛行士の記者会見が行われていたんですけど、この方っていうのはずさんな研究で JAXA から戒告の懲戒処分という処分を受けたんですよね。地上でその閉鎖空間において人間がどうなってしまうのかみたいな実験をやっていたんですけど、実験の中でデータに改ざんとか捏造とかが発生してしまったと。で、この古川さんは直接は、その実験に関わっていないっていうんですかね。しかし、責任者という立場ではあるんですよね。その記者会見が行われていたんですけど、どうやらこの古川さんは、また国際宇宙ステーションに、行かれるようなんですよ。宇宙飛行士としての活動ですよね。これも研究だと思うんですよ。もちろんというのか。国際宇宙ステーション、に滞在する目的はおそらく研究ですよね。しかし、この古川さんはその研究において間違いを犯したとかいうレベルじゃないと思うんですよ。これ改ざんとか捏造っていうのはちょっと悪意があるっていうんですかね。善意の行動ではないと思うんですよね。これ善意の行動である改ざんや捏造であるなら、この記者会見で言うはずなんですよ。いや、これは、この改ざんや捏造が必要だったんだと。だからこれを行ったんだと。そういう会見じゃなかったんですよ。どうやらそういう改ざんや捏造があって、申し訳ないと。謝っていたんですよね。古川さんは直接は関係なかったとしても、責任者ではあったんですよ。要は、その研究グループを、適切にまとめることができていなかったっていうことですよね。これって、やっぱり、立場として責任あるんじゃないのと。なので、戒告処分ではあるんですけど、しかし、また研究しに行くんですよ、この人。研究において、無責任な状態で、その部下をしっかり指導することができてなかったっていうことですよね。要は能力がなかったっていうことですよね。そんな人が、また、ISS に行って研究しますって言って、信用できますかと。その下からの報告が嘘、その捏造であったりそういうものであるということを見抜けなかったっていうことですよね。要は、そんな責任ある立場に立てるような、その器ではないっていう感じですよね。しかもそれは地上の実験においてなんですよ。宇宙の実験ってもっとシビアですよね。こういう宇宙関連のその研究とか実験においては多分、最も、最高峰というか、権威ある実験だと思うんですよ。そら、宇宙での実験。危険もはらんでいるしということで、最も緊張感が問われるところですよね。だからこの人過去にも、宇宙ステーションで研究していたので、その辺の研究なりなんなり、どんな研究成果が出てるのかとか、僕らは全然わからないですけど、税金は思いっきり使われてると思うんですけど、ISS 行って何してんのと。どういう成果があったんですか。どういう研究してたんですかとか。全然僕らに見えてこないっていうんですかね。もう長いこと言ってると思うんですよ。何年もっていうんですかね。膨大な研究結果があるはずなんですけど、これだって言われるもの、僕ら素人からしたら、全くイメージできないんですよ。何の研究してるんですかと。国際宇宙ステーションで。っていうような程度なので、誰が言っても一緒やろっていう多分レベルだと思うんですよ。傍から見ていると。しかしなんですよね。こういうことっていうのは僕はしっかりするべきだと思うんですよ。こんな一回そういう不祥事を起こしてしまった人っていうのは、これはもう退いてもらった方がいいと思うんですよね、本来。他にそういう経験がある人がいないから、この人が行った方がいいっていうのは、わからなくはないんですけど、なんて言うんですかね、信用できひんやんと。それ悪いことしてることを全然見抜けてなかったんでしょうみたいな。大丈夫ですかと。自分が実験やってるやつ見過ごしたりしませんかと。思ってしまいますよね。思ってしまうんですよね。僕は宇宙の事業っていうんですかね、こういう ISS とか、火星に行くとか月に行くとか、それが人類にとって何の役に立つのっていうような
ことを思っているので、シビアな見方かもしれないんですけど、いいのかなと。その宇宙を信じている普通の人々っていうんですかね。いや、普通はあかんやろと。普通の社会で考えてみたらダメでしょと。その人がまた責任ある立場の実験をしに行くとか、研究をしに行くとか、信用できるんですか？この人の研究結果がってなりますよね。まあそういうことをちょっと思ってしまいましたという古川さんの記者会見を見た感想でした。以上、芸術を僕はご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。なんでやねん、ブーもえは。ええー。